皆さんこんにちは。最近、このアカウント名を名乗るのが恥ずかしくなってきた、ほくろの王子様です。気づけば、チャンネル作って6年目だもんな。当時は、友達同士で受けたから、この名前にしたけど、年を追うごとにしんどくなってます。さて、本題に入ります。サムネにもある通り、動画投稿をしばらく休止とさせていただきます。理由としては、今後リアルが忙しくなるという、極めて普通な理由です。動画投稿者が消えるのって、大体この理由だよね。動画作るのって、時間かかるし、孤独な作業だからね。このチャンネルのメインは、登場曲メドレーだし、それがニーズとして、成り立ってるチャンネルだと思うから、ここできっちり言います。2019年の登場曲メドレーは、出しません。言い切った。お前の存在価値。きっと誰かがやってくれるよ。でも年々、YouTube のマークがきつくなってきて、数年後、登場曲メドレーは、削除されそうなのが現状です。始めた頃より、YouTube の世界が、ビジネスの方向にシフトしてるもんな。で、お前は復帰する予定あるのか？どんなに早くても、再来年の春かな。他の投稿者から、合同企画に誘われてて、休止と言いつつそっちはやるけど、このチャンネルでは、動画を出さないということです。復帰しても、メインの登場曲メドレーは、YouTube のルールとか、レコード会社の動き次第では、出せないかも。1年経つと、その辺だいぶ変わるもんな。そうなんです。これだけたくさん見ていただいて、申し訳ないけど、こんな感じです。最後に、今日まで、このチャンネルの動画を、見てくださった皆様、本当に、ありがとうございました。